はい、みんな言ってる、はい、うん、もうとにかく買ってもらいたいね。そうですね、はい、あのなかなか国葬もそのそのハンドボールだけを受けていくじゃないですか。前回もハンドボールなんですよね。そうですね、九州さんも、はい、ここ、ここ、ここ、はい、ピンポースにパッカッとしてもけよ、そう思ってた、関係ないですから、まあでも、ボールは握りやすいんで、ね、そうですね、今、全部で5色ぐらい出たかな。そうですね、5色ですね、5色ぐらい、はい、それどうでもみんな今日どんやるかな、赤とか、そこもちょっと早く。すいません、ね、いただけますか。はい。そうですね、まあ、神崎市に、神崎市の、まあ、住人として、オリンピックに出場をすることが決まったことで、まあ、神崎市に対して、まあ、一つ恩返しになったかなというのと、まあ、ここはまだスタートラインなので、最終的にメダルを獲得して、まあ、さらに日頃の恩を返せればいいかなと思います、はい、まあ、デンマークは先日の世界選手権で優勝した強豪国ではあるんですけれども、日本の強みっていうのをしっかり発揮できれば、勝てる相手だと思っているので、しっかり初戦勝って勢いをつけてメダル獲得できるように頑張りたいと思います。